はい、始まりました。もちさんチャンネルです。はい。ゆうこりん、小倉優子さん。ゆうこりん、小倉優子さんの大学生活のスケジュールは読者からの質問に答えますというですね、はい、記事でございます。そうですよね。なんたって子育てしながら大学通ってるわけですから、一体どうなってんのって思います。そのスケジュールはすごく気になるところではありますね。だから、まあ、受験企画で会った時も、子供たちのね、お弁当とか作ったりしてるって言ってたし、どうやってやってるんでしょう。可愛らしいあのゆうこりんも今年で40歳、シングルマザーで3人の男の子を育てながら早稲田大学を受験するという話題は誰もが興味を持たずにはいられませんでした。まあ、いろんな人が興味もしました。無謀と思われた受験で見事白百合女子大学に合格。なぜ今、何のために育児や仕事との両立一体どうしてるのっていうのをストーリーだけに語ってくれましたというですね、はい、ストーリーという雑誌なんですかね。ストーリー読者からゆうこりんに Q&A だったわけですね。1983年まで高校時代グラビアアイドルでデビューし、ゆうこりんの愛称で人気を博す。料理上手としても有名で、パンアドバイザーの資格を持つ。10歳6歳2歳の男の子のシングルマザー。大学に仕事と忙しい中、子供との時間でここだけは大事にしているという時間があったら教えてください。受験勉強の先生に私の語彙力のなさを指摘されて、子供には絶対に同じ思いをさせたくない。小さい頃から文字に触れることの大切さを痛感。へえ、どんなに疲れていても毎日読み聞かせるんだって、すごいね。母親業、仕事、家事、自分の勉強どうやって回しているの？日々のタイムスケジュール教えて。今はお昼休みは食堂に行かず、その時間に宿題を終わらせて。帰ってからするのがしんどいし、その分子供の時間に当てられるので、そんな風に時間の使い方は調整していますと。なんか前に食堂のその食べ物の写真とか上げてたんでしょ、忘れちゃったけど。まあ、インスタはいつも見てるんで、はい。時間の使い方は調整してる。でも私からすると、フルタイム勤務の人の方がすごいなと思います。いや、大学もう1年生でしょ？多いもんだって必修。4時起床。メイク、お風呂、身支度。4時。5時15分、お弁当、朝食作り。そうそうそう。いつもお弁当作るって言ってたから、ね。朝食も作るんだ。子供の起床、身支度、朝食は6時。2時間前に起きるの。7時犬の散歩。マジ。いやもう僕からしたらもうここ超人です。もう、この時点で。やば。すごいっす。7時10分自宅出発。次男、三男、送り。そうそうそう。送り迎えもやるって言ってたもんね、前。一回だからそう、勉強時間どうやって捻出してるんですかとか、スケジュールどうなってるんですかっていう話をした時に、言ってたもん。だからその、弁当を作って、で、送りと迎えがあるから、そこの時間どうしてもあるから、その合間合間でやんなきゃいけない。そういう夕食も作るって言ってたしね。8時半から14時の間大学授業、はい、ここですね。で15時三男を迎え、習い事送迎。習い事もあんのか。合間に夕食作り。6時半夕食。19時子供たちの宿題。ああ、宿題に手伝ってあげるんだね。20時子供たちのお風呂。21時子供就寝後、宿題レポート、SNS 更新。そうだね。インスタやってますしね。あとダンスのやつやってるよね。で、23時就寝と。すごい、すごい。いや、すごすぎ。読書や勉強に時間を使いたいけど、3人の子育てと仕事で頭と気持ちが分散してしまいます。どうやったら学びに集中できますか？集中力を切らさない方法としては、休憩しないようにしてる。そんなことできるの？大変じゃない？そんなの。やると決めたところ、時間いっぱいやるとか、記事か、ブログ更新。じっとしてる時間ももったいない。あるなら睡眠に当てますと。おぉ、すげえ。すごすぎ。まあ、さすがにね、私も、休憩取るんでね、忙しくする人間ですけど、これやってこれやってこれやってみたいな感じでスケジュールバーって埋まってって忙しくなる人なんですけど、それでも休むからね。なるほどね。いや、これは驚きです。本当にすごい大変だ。マジで尊敬ですよ。素晴らしい。ゆうこりん応援したいと思います。ぜひとも大学生活頑張ってください。最後、ありがとうございました。テキオーバーチン。